どうも、エルザです。それでは、ゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。今回は、浮世草ですね。死と弟子ということで、第2幕、やっていこうかなと思います。まあ、基本的に、この、陣の道した後、サブが出るって感じなのかな？浮世草になってたしね。ということで、こちらまで、向かおうかと。ハチノスとかね、まあ弓手に入ったんでだいぶ楽になるんじゃないかなと勝手に思いつつ期待はしてるんだけどね。お、朝をゲット。結構ね見づらいのよね。すごい。もう、なんか体当たりされたかのような。ん？旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐は、お稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら、追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。本来はこれを聞いてから狐追っかけるんだ。いやいや、僕、普通にもう追っかけてたしな。よし、影。そうだったのか。めっちゃ蜂の巣危ねえな。影、さあ。さあ、登って。ここも登って。武士ゲットし、おお。おお、すごいすごいすごい。よーし。いやー、今のは良かった。一本ちょっと無駄にしてしまったけど、と思ったら、いったー。おい。もうほぼ、野党と戦った感じか。あら？おい。びっくりするな、いきなりいると。まあ、こんなもんか。なんか一人逃げていったような気がしたけど、おお、すごい。下だね。さあ、先生のところへ戻りたいけど、こっちからかな。ほい。おお、これは危ない。すごっ。こんな雨の中降りれるのはさすがやな。さて、こっちかな。さあ、母上追っかけながら、ん？上行ったね。おお、おお、撃ってるね。これ、あ、ちゃんと撃つのやめてくれるんだね。先生、酒井、来ましたぞ。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。叶わぬか。巴を鬼とお思いですか。まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。さあ、死と弟子、浮世草ね。よほど巴は強いらしいね。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。
つは巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。敵は撃つより良いのでは。味方に引き込むのが得策。それが猛虎の強みだ。いかにも。止めなければ。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。あんまりこう人の話を聞かない頑固さんだね、先生はね。先生、もしかして先生のせいで寝返ったんじゃないか。お、ここを登っていけ。先生は登れますか。無言？なんで喋らない。まあいいよ。どうした、もたもたするな。まったく。ん？先生？自分は回っていくのか。まずまずの出来だ。まずまずの出来だ。やばい、勢い余って切ってしまったけど。ああ、そうなのか。あ、一応ダメージは入らない感じだね。なるほど。登る以外なかったのでは。いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。矢が落ちたところに行くの。まったく人使いが荒いね。先生、なんか嫌だな。なんか嫌な感じがするよね。めちゃくちゃね。なんか好きになれないんだよな。巴が離れた原因ってねえ、やっぱ先生っぽいよね。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。ほう、待って、なんか来てる。犬か。いてぇ。先生、ご加勢ください。先生、全然手貸さねえじゃん。いぇーくぅあなんかすっげえはめられた気がする。とりあえず、ダメ。あ、矢がプスってね。よし。先生、ご加勢ください。よし。先生来ないね。あら、これで全員？一瞬だったね、次は。やっぱ、クナイ強えなぁ。危なっ。いや、てか、先生、全然手伝い来ないじゃん。どういうこと？あ、いた。ちょっと先生、怪しくね？
なかなかの腕だ。なかなかの腕だ。まったく。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。ほう。観察ね。ご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ちょっとアイテム探しに。この上がちょっと気になってね。特に、あった花。花はありがたい。先生、マジでこいつのせいでっていう。足跡も10人か、それ以上。あとを追え。人使いも荒いな。お前を見つけても立ち直るな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。腕試しをちょっと勘違いしてるような感じだよね。あら、これは前回というか一回通った場所だね。ん？人が倒れてる。いや、あー、捕虜がいるね。どうやって行こうかな。わあ、マジか。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。あら、脅された。戻されてしまったね。捕虜の救出。猛虎兵は民を捕らえて捕虜にする。敵が陣に気づくと真っ先に捕虜を殺そうとする。やばそうなのが一人いるね。あー、気づくとか。では卑怯と言われようが矢は使わず行こうか。え、マジで一撃じゃないの。はあ、刺激じゃないのか。なら、よし。どう行こうかね。まず。おい、うどん食っちゃはるさ。
増援は呼ぶけど見つけてるわけじゃないからという感じかな。よし、あー、こっからは降りれないか。さあまずはそうだね、君から。いっ、マジでいって、なろ、マジ強えよ。隊長強えな、隊長。わかったわかった、助けるから、待っとき待っとき。あ、こんなところ通れたんだね。こっちです。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。湯か、さあどうする。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。そう、私で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな、では道場で会おう。さあクリア、使徒弟子。まあそうだね、僕は下道侍目指してるんで全然全然ありがたいよ。クロウとね。ここら辺は2か。そうだね。はあ、これは強いね。鉄の石、気力が3消費で、あ、これ強いね。そうだね、ちょっと貯めておいてって感じだね。さて、この辺りはもう物資はなさそうかな。なさそうだね。よし。一旦しゃがんで、また、傷と書くか。石川先生やるか。ちゃ、
めちゃくちゃ風すごいね。ここへ。さあ影行くぞ。まだ諦めんぞ。まあ巴よっぽど強いんだろうね。さあ道場を待って、あとどれくらいだ。おやった。で、いや特に何もって感じか。いい子だ影。うん、なんか動物は全部もらえるってわけじゃないんだね、カバはね。上か。違うね、全部動物はもらえるかなと思ったんだけど、クマとかアイナ確実だけどって感じだね。ないか。そこだね、まっすぐでね。え？いや、ダイナミックやな今のは。あ、でもちょっと今ひらめいたんだけどさ、やってみてことが見つかったんだけどさ、こうでしょ。あ、違う、ダッシュして、あー、では、あ、おお、危ない危ない危ない。よし、やめよう。さっきのがたまたまうまくいきすぎだね。危ない危ない。酒井。ほい。なんでしょう。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた兵術ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。ほう、逆手に取るか。さあ浮世草、傷と過去、どういう人物なんだろうね。来い。はい先生。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。己をね。ん、青空の鉢巻き、困難を前にして笑みを浮かべられぬものは武士とは言えない。ほう。あー、ちょっとダサいっすね。こちらで日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。どこに兵を置くか。まあやっぱ高いところだよね、スナイパーはね。ん、さあ朝きっと、あ、危ない危ない。まあ左から見ていきますか。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。で、いや、さらにあったね。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。お、正解引いた。では参りましょうか先生。
まずは降りますかね。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。あなたの意思ではない。とは思えませぬ。そうか、なぜそう思うのだ。おなごと恋仲になり追い出されたとおじ上から聞きましたゆえお主のおじぎみは大層愉快なお人だ。違うのですか。すべてわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔を。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などなし。佐久間様、志村様はご健勝で。いや、ご健勝ではないな。君は誰。今は猛虎に囚われておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を。そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。ほう、そんな景色がいいところがあるのかな。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。鳥ね。まあこれ今ミッション2だね。よし、さあ行きますか。あ、物資がある。17。意外と大量に手に入るよね。後ろか。下に行く感じかな。そうだね。よし、じゃあこっち行って。めっちゃ鳥飛んでるな。これを降りれる。あ、なんか来た道戻る感じだね。馬で行かずと思って急気はしたけど。お、なんかついてる。さあこちらへ。内常公の伝承でございます。座る。ああ、物語が始めるのはちょっとやめておこう。お侍。なんだい。酒井家の立ちでは。お侍って言って大丈夫なんだね。意外と呼び捨てで。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。ほう、竹を切る稽古はこれで初めて出るのか。結構すっ飛ばしてやってるな。はい、3本。はい、5本。あ、最後の1本が違かったね。 R か。あ、よ、L か。タイミングが遅い。タイミングだけやね。ほい、これでスタミナがあと1個で上がると。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。
そうだな。お達者で。お、花がある。で、目的地は。結構、お父上の風は、当てにならんことの方が多いの。ほないね、影、引っかかってる場合ではないぞ。意外と花だ。マジこの花とかさ、全然使い道まだ分かってないんだよね。用心か。用心します。あの辺りか。まあ警戒はされてるけどって感じだね。めっちゃ見られてるもんね。一騎打ちか。一騎打ちするとな。一騎打ちの方がどちらかというと。すまんな。1,2,3 奥にもいるね。物騒なところにいたね。お、先に花を、先に花を。よし、チンハルボ。ヤスンベ。意外と角度的に難しいね。連殺。かっちょいい連殺。ストラシドビ的なものだからね。いや連殺いいな。もう一人ぐらい行きたいね。え、全然当たりはせんな。なんかすっごい切ない声が。兄さん、あ、トモエはおりません。進むぞ。普通に闇討ちするつもりが三角ボタン押してしまったね。で次は、そうだね、ちょっと花ゲットしてから行こうかな。めちゃくちゃあるもんね。これどうなんだろうね、花の場所って固定なんだろうかね。
もう一つあったね。あ、さらにあるね。あ、竹もある。もうストーリーよりもこっちをね。そう。罪なき者まで殺めて、お前は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼす。優しさは強み、強みです。武士にとっても。誰の教えだ。尊師か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。さあ、敵襲。え、ちょっと待って、撃つバカがおるか。あ、よし、どっちが敵かわからんな。ちょっと準備、コントローラーが充電が怪しい。よし、腕前だな。あ、何もせずとも。の隅のも後来い。いやいや、来いと言われました。ああ、蜂の巣を落とせばって感じだね。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようと。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。ほら、敵陣ついちゃったね。まさか、いや、こっちだもんな。いや、これ先生がいるときにやったらどうなんだろう。ははー、ごはーん、ごはーんって聞こえる。あそこ強そうなのがいるね。やばそうなのいるね。観察。はいはい、何も観察はできてないですが。あ、これでいいんだ。水の型を得とく。さあ、水の型は上構えか。盾兵に特攻。なるほどね。型で全然変わるのか。あ、R に押しながらね。はいはい。
へえ。やっぱ強えな隊長。ねえ、肝心なのは石川先生は手伝ってはくれないんだね。上からか。よし、隊長倒した。次、風の方。怖いよ、画面が分かんないのが一番怖いよ。マジでマジで画面が分かんないんだけど。痛いわそれは。ふう、あと先生がやっぱ動かないっていうのはよく分かる。やはり敵だなあやつは。いえ、何もいません。何もおりません。いた。痛い。いやー、むずいなー、このゲーム難しいね。さて、あー、目の前か、目の前にいるんだね。まだいるね。さあ、これだったら後ろから回っていけそうだな。よっちょっち、できて、ボスコンチって。すっごい喜んでたね。くへ。3人だとあのままいけるわけか。連撃選べるんだね。矢が、槍兵がちょっと離れるであれば、ね、常に後ろを取っておきたいんだよね。おい、そしてさあ、水の方っていうことか。なるほど、ボス行ったね。
体調一旦引くわ。ベリー、あっちょくさ。おい、後ろ。石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。もうことづて。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者のこと。黙れ。隊長を倒した。そういうもらい方。長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。なんかなんかね、よし、すっきりしないんだよな。傷とかこ、まさか殺したのは自分か。さあ、噂が広まる。民の希望。お、新たな人偶。煙。鳥持ち。ドン。おー。鉄ハウ。はいはい。こっちは粘着性。だから直接つけるかどうかっていうところか。まあ。猛虎の火薬を弾に詰めて投げれば、火の出る武器として使い手があるな。そうだね、火薬だね。ああ、点灯か。え、ってことは普通の鉄ハウは、ああ、ひるむ程度ってことだね。はあ、まあ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 、連撃ね。まあ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 。精密の護符。飛び道具の切り替え。あれに押しながら。はあ。電子をね。装備を変えたい。はいはいはい。弓。変えれるというわけね。恐ろしいな。もう構えが。爆弾だもんね。手榴弾だもんね。はい。ということで、今回ここまでにしましょう。まあ、のんびりとだね。お？あ、褒美がもらえると。あ、長弓がもらえるのか、こっちは。浜屋。小さな守りの火の矢。結構石川先生の方やって弓で、だね。結構ね、隠密するにも高台邪魔だったりするんで、そっち縛いてというか、一気にやっての方が良さそうだね。ということで、今回ここまでにしたいなと思います。いやー、高難易度辛いね。まあ選んだの仕方ないんだけど、まあ楽しくやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。